かな TV の岡田です。本日の動画は、記念すべき100本目の動画を大倉くんに捧げたいと思います。っていうか、患者にエイトに捧げます。100本目で何しようかなーってずっと考えてたんですけど、そう、どこも行かれへんし、何しようかなーってずっと考えてたら、クラスマスで大倉くんが患者にエイトのことを広めてほしいというお願いがあったので、私は YouTube で、 関ジにニエイトのことを広めていこうと思います。で、そう、最初、私の動画最初からね、一本目から見てくれてる方は気づいてると思うんですけど、最初ほんまに関ジにニエイトのこともそんなに言ってなかったんですけど、多分ね、10本いくかいかんかぐらいからずっとおしゃべりしてたような気がして、で、そうそう、で、家族には え、そんなんじ全にエイトのことばっかり話したって誰も興味ないし思んないわって言われたけど、そう、でもあいしはもう大好きな人のことをこうやって広めていくことがね、やってて楽しいから、なのでもう自分がやりたいスタイルでこうやってシュバブでエイターとして、 感情にエイトのことを伝えていこうと決心しました <laughs>。そう、本当にね、最初はね、何をしたらいいんかなとかすごい考えてたけど、今となってはこうやってシュバブでエイターって検索したら私が出てくるようになったぐらいなので、良ければ検索もしてみてください <laughs>。そう、多分ね、84本とかシュバブでエイターの話をしてて。で、 そう、そこで、最初の方で、やっぱね、すばるくんのことで興味を持って、動画見てくれてる人らも多くって、で、最近かな、あいしがもう関ジュニエイトにお礼をしたいっていう動画を一本あげたときに、そのときに、かなさんの動画を見て、こうやって関ジュニエイトのことを、 応援していいんやなっていう気持ちになれたのは、もうカなさんのおかげです。ありがとうございますっていうメッセージが届いたのがあって、もうそれがすごいね、嬉しくって、やっぱり、こうやってずっとお話ししてきててよかったなって思うし、で、そう、昔の患者にニエイト、ジュニアの時代のことを知らんかった人とかもいるし、 その子からもメッセージ来た時に、そうやって昔のことを知れるのはすごい嬉しいっていうメッセージも来たから、ね、やっぱりそう考えると、無駄じゃなかったなって今では思ってます。なのでこれからもずっとずっと私は、こうやって患者にエイトのことを、ね、情報を届けていきたいなって思ってます。<laughs> え、ほんまにこんな動画でいいんかなって思うけど、 ほんまにこういうことしかできひんかなって思って。で、メンバーのこともいっぱい喋りたいけど、多分喋り出したら止まらんくなると思うの。で、やっぱね、辛いことがここ2年、ね、あったのを乗り越えて、こうやって、 楽しい思いさせてくれてる感じに、とって、ほんまに最高です、最強やなって思って。ね。ほんまに好きになれてよかったなって思ってます。<laughs> ほんまに、墓地夜るの時に、それまではやっぱり、 重ねてしまってた部分はあって。でも、ね、周りからはもうおらんくなったんやから、やめたらいいやんとか、いっぱい言われたけど、それってやっぱね、好きな人たちをいきなり卒業するっていうこともできひんくって、 じゃあなんでそんなん簡単に言えるあんたらが好きな人らが解散や卒業した時におんなじこと言われたらどう思うって何回も思ってそんな軽々しくそんな、ね、気持ちを言わんといてって何回も思ってで ずっと好きでおるんが、なんでなんとかまだも言われるし、いやもうほっといてって何回も思ってるし、そうなったらそういうこと言ってくる人は私の性格上もう切るしかない。もうそんなん言うんやったらあんたらいらんわっていうのが私の性格やから。そう。で そこでそう言われてついてきてくれる人がほんまの友達やなって思うし私はずっと喋っていきたいしずっと付き合っていきたいなって思う人でもあるの。そうやってね人の好きな人のことをねやとやかく言うんやったらもう喋りかけんといてって何回も思った2年間かな。 でも、今となってはすごい楽しい日々を過ごさせてくれてるから、やめんくてよかったっていうのは胸を張って言えるかな、今は。ほんまに。こんだけ人をハマらす人らってそうおらんと思う。ほんまに。 これからもずっとついていきたい応援していきたいって思えるグループってほんまにすごいと思うだから最初はやっぱりつらかったけどやめんでよかったって思ってます墓地寄るそう墓地寄るでも言ってたけど閉める時はみんなで閉めよう 後ろにこけへんで前にこけよって言ってた言葉がすごいね、私。その言葉聞いた時に泣い,泣いちゃって。ってなったら、多分そうなったらエイターも一緒に締めて、一緒に前にこけるんかなって思ったのね。多分私やったら一緒に前にこけると思う。 そんだけの覚悟があって今すごいねほんまに楽しい思いをさせてくれてる感じにエイトってすごいと思うで、ね毎日大変やのにさこうやってエイターを楽しませてくれることを毎日毎日してくれてすごい幸せやと思うほんまにねなんて言ったらいいんか分からんけど エイターになれてよかった。ほんまに。って思います。ふ <laughs> って。ありがとうしか言えないよ。って。ね。もうほんまに繰り返しやけど。エイターでよかった。 これからも、ずっとエイターって胸を張っていっていく。うん。見て。ほんまに最高で最強やし、最低で最弱の時もあるけど、それを乗り越えてきてるから、ね、本当にすごいと思う。それは、 エイターもかな。エイターもそこを乗り越えて今があるから、ねこれからも、楽しい、いい思い出をいっぱい、感じにニ∞と作っていきたいと思います。<laughs> ねどうしたらいいねえ、ほんまに。また、この、状況が、 充足してそうコンサートでみんなで手つないで患者に「えいと!」って言いたいほんまにもう楽しいからさね <laughs> まだテレビで しか5人のところは見てないから、早くね、5人でステージに立ってるところをこの目に焼き付けて、どんなもんじゃいって言いたい。<laughs> ありがとうって本当に伝えたいって思えるのは、今は本当に患者にニ∞だけやと思う。本当に毎日楽しませてくれてありがとうございます。 ほんとに、ほんまにそれしか言われへん。ね。ほんまに同じことの繰り返ししか言えてない。ね。ほんまに伝わってるんか知らんけど。<laughs> ほんまに、私は、ニ全にトが大好きで、エイターさんも大好きで、これからも、ずっと、 私はエイターとして、こうやって、ね、おしゃべりをしていきたいなって思ってます。まだ、うちも始めたばっかりの見習いの YouTuber やから、その視聴者さんとかも少ないけど、ちょっとでも、こうやって見てくれてる人たちに、 伝わってってるんやったら嬉しいなって思います。ねこんなね泣く予定もなかったのにねこういう感じになると思ってなかったです100本目で。<laughs> 本当にねどうしようどうしめたらいいかもわからん。<laughs> これ100本目を いや、いいです。そう。なので、そう、大倉くん含め、メンバー全員に、私の気持ちを伝えると、いつも本当にありがとうございますしか言えないです。これからもずっと応援させてください。なんなら、応援していきます。<laughs> そう。ね、いつもやったら、 え、ね、どうしめたらいい魅力伝えるってさ、難しい。難しいだったってさあ、ほんまに最高で最強やもん。なので、今後も私は、こうやって、大好きな患者にニエイトのことを、ずっとおしゃべりをしていくチャンネルにしていきたいです。なので、またどこかで、ね、ね、出てきたときは、 あ、また、おしゃべりしてるわって感じで見てくれたら嬉しいです <laughs>。え、これいつものやっていいそう。また、こうやって、そう、大好きな、感じに8のことをおしゃべりしてる動画見たいなって思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。全然ね、伝えれてない。どうしたらいい しかもチャンネル登録とか言うてんで。でも、え、どうしよう。<laughs> え、どうしたらいいいつも通り閉めていい <laughs> のいつも通り閉めると、本当に大好きな患者にニとのことをずっとおしゃべりしてると思うので、また見たいなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 それでは次回のかな TV でお会いいたしましょう。ごきげんよう。